リジェ JS11 は、ジェラール・ドゥ・カルージュラにより設計された F1 マシンで、1979年から1980年にかけてリジェチームが使用した。JS11 は2シーズンの間に5勝を挙げた。これは、リジェの F1GP での通算勝利数の半分以上に当たる。JS11 は、前年のチャンピオンマシンドータス79と同様。 グラウンドエフェクト構造のマシンだった。ベンチュリの後端をリアタイヤの前で跳ね上げたスパッツと呼ばれる空力処理が特徴だった。エンジンは F13000 以来のパートナーだったマトラが F1 から一時撤退したため、両半型のコスワース DFV へスイッチした。JS11 は初戦となった1979年の開幕戦、アルゼンチン GP と次戦ブラジル GP を ジャックラフィットのドライブで連勝した。その後、パトリック・デパイユが第5戦スペイン GP で JS11 の3勝目を記録したが、それ以後勝利を挙げることができなかった。第7戦のモナコ GP 後にデパイユがハンググライダーの事故でチームを離脱すると、ジャッキー X が公認としてチームに加わった。X は最終戦までの8レースに参戦したが、 3ポイントを獲得するに止まった。参照を上げる速さを見せたリジェだが、コンストラクターズランキングは3位に終わった。JS11 は、車種番号01から04までの4台が作成された。JS11、15JS11、15は JS11 の改良モデルである。4台の JS11 はすべて JS11、 15に改造された。この4台だけで1980年の全レースに参戦した。この年もリ J は速さを維持して2勝を挙げ、チーム最高成績となるコンストラクターズランキング2位となった。ありがとうございます。